はい、やります。前回ちょっとポポロクロエス城周辺を堪能したから、次はナルシアとかいるんかな。まあ、いねえか。ちょっと姉さんに会いに行くか。迷いの森へダンジョンあるんかい。え、何この BGM。 ここも敵弱いだろ。あ、何これ白いの。あ、ちっちゃ。チャイチーじゃんこれ。チャイチーすぎるなこれ。経験って一緒なんだ。これゾンビのチャイチーはおかしいだろこれ。名前なんて言うんだよ、倒しとこう。ゾンビのチャイチーはおかしいだろ。ん？タイニードローン、チビードル、チビチビリビングデッドはおかしい。それはね、やばい、倫理的にやばい。子供のゾンビだろ。ウォーキングデッドじゃ見たことねえよ。なにこれ、ここもチャイチーだな。名前は子羊。ひねれー。あ、チビにひねるもおかしいか。なんでちょっと光っとんのこれ。なんで半透明になるわけゾンビ。お、なんだった今。あ、チビードルか。タイニードローン、人差し、刀のサビにしてくれ。700って かわいそうだな。これが何だったっけ、滝根村だったっけ。お、宝物を埋めている。パウロ、あれ、安住の地。あ、水車、お、できとったよ。あ、家あるじゃん。お、あれ、チャイ、こいつもチャイチーだな。バケツの子、なかなかの使い手と見たでごじゃる。ちっちゃ、武者修行として、諸国をめぐる騎士でごじゃる。いざ、お相手するでごじゃる。やろうや、伝説のゲームプラス20。前なんで、人差しよ。チャイチー。なんだか白騎士さんみたい。あ、そうなの？白騎士この村の出身だった。なんと。白騎士知らない人、ポプロクロエス物語を参照。そのようなことで、騙されないでごじゃる。ごまかされないでごじゃる。いざ勝負、おさ、パツイチお前なんて。また追い出してダメじゃない。話すでごじゃる。この子どこからか家出してきた。キングナイト、そんないんの。このおばちゃん結構怪力だな。子供って言ったらだいたい20ないにしろそれぐらいあるでしょ。それを片手で軽々。バカ力すぎる。姉ちゃん世話になってでごじゃる。達者です、クラスでごじゃる。基本とはいずれ、あ、今見えることもあるでごじゃろう。なんだそれ。ほっとけ。こんな大事な時に助けに来ない騎士なんていらん。これ、ギルダ姉さん。会えるんかい？お、宝箱。お、命の雫。こっちは、あれか。姉さんの家。おお、姉さん顔はそのままなんですね。
誰かと思えばポッポロクロスのバカ王子。あ、一緒じゃん、この辺。体重分軽くなってるのよ。その分浮いてるんだな。バカパウロによく似てるね。これじゃないの、タイムパラドックスじゃないの、これ。会っちゃいけない人になっちゃったわ。あのゲイドさん、撮っていたのにどうしてそんなやつやったの。どうして私の名前を知ってるのかかわからないけど、凄まじく知ってたね、あんた。確かに裏若きレディに向かって、なん、あ、ギルダ姉さん、これ年齢大体わかるね。パウロが50ぐらいやったら、この姉さん60ちょいぐらいだな。ペトロ国王の隠し子。バカだね。国王の子供はあのバカ一人だけ。どこの誰だか知ったこっちゃないからね。お、どうやってナルシア生まれたんだ。バカパウルよりずっといい子だね。ああ、パウル王子っていうのはね、あんな感じだよって。違う違う。たまにここに遊びに来るいたずら坊主、一応この国の王子様。へえ。あ、知恵の丘、王家代々伝わるお宝。今日鼻かいいな。それを無事に持ち帰れば正式なコポロクロスの王、国王の王位継承者。あれ、ピエトロの時どうだったっけ、そんなやってたっけ、覚えてねえな。困ったりつでもいで。姉さん顔は変わってないけど体はグラマラスですね。じゃあ俺もパウロ会いに行くんかな。じゃあパウロ会いに行くか。あの、バカ王子。こっちやったな。会えるんかい？でも今日ほんと鼻かい。これがパウロ？顔しか似とらんやんけ。髪型そうだな、パウロだな。映し鏡だな。いた。なんだ、幻じゃないんだ。また森の魔女のいたずらかと思った。父さん。はあ。お前はな、僕はポポロクロスの王子でまだ12歳。お、タメや。儀式に行くところなんだ。これからこの動物の奥まで行かなきゃならないんだ。気を散らさないでほしい。集中してる。一人で？なんだって？動物の奥に一人で行かなきゃいけないの？もちろん、そのつもり。え？踏ん切りって何？一人で行けよ、早く。前に命ずる！この僕と一緒に来い。え？お前は気に入った。どうして？すごく気になるんだ。お前がいれば勇気が湧いてくる気がする。なぜだろう、そんな気がするんだ。行こうや早く。準備も何もないだろう。パウロ、行くぞ。足手まといになるんだよ。これ何レベルなんだろうな。これ30とかいったらちょっと拍子抜けだよな。あ、すごいすごいすごい、神聖な BGM みたい。あ、6、あ、まあそんなもんだな。あ、でも炎とかほぼピエトロだな。ピエトロクソ考えると強えな。クソ強まった炎の熟練王子。あ、もうチャイチーになってんの。ってことはあれか、過去に、うん、過去じゃない、未来のピエトロのやつとほぼ一緒ぐらいかな。お、かわいい、こいつら。いや、リトルオーク。
ヤンカマ。チェインカスト。ああ、魔法使っちゃダメだよ。なんかいけすかねえな、このパウロの。ステータスの顔。ちょいでムカつくぜ。いや、ほんと鼻かい。かゆすぎる。看板がねえね、ここ。寝とる。なんだあれ。あ。リビングデッドか。チャイチーリビングデッドか。こんな新鮮な BGM やったっけ？ま、逃げなさい！レベル30が来たよ。あっという間抜けれるね、これ。もらっちゃおう。あ！竜の剣装備できる。あ！獅子の剣がゲットできないな。裸になりなさい、あなた。道中安全。あ、これはあげるわ。ボスいるんかい。でもすぐ抜けれそうだな、これ。おお、チャイチー。チャイチー軍団しかいねえな。チャイチーお化けはいないの？チャイチーボヨーンは。お？いないね。鼻かい、何回も言う。鼻かい。保湿してねえな、今日。塗ったっけな、俺。前か。この柱なんだ？おお、なんだ！でけえな、こいつは。人から行こうぜ。天使のドローン！あれ、天使のドローン弱っ。ああ、なんだこれ。間違えた、危ね。全員倒すか。かわいそうだけど。見るの無残だよな。でかっ。これタイデーじゃん。タイデーローンじゃん。チャイチーはチャイチーだな。はい、残殺。あ、経験値210。あのでかいやつがすごかったんだな。カイデー。オーケーの本。カイデー。海底ドローン。マザードローン。あれ、この辺だけレベルが。これ4とか5なのに、これ34とかなってる。パウロ一発だな。吹っ飛ぶな、これ。裸だからな。裸パウロ。じゃあ、抜けるか。シュッ。来たよ。こっちの奥はこの奥や。何それ。王家の鍵。へえ。ああ、内緒だぞ。お前が一緒だったことを父上に知られたら大目玉食らっちゃうからな。さあ行くぞ。いや、もっと貴重めに飾れよ。おしまいだ。あ、大きな鍵。調子乗ってる。やったぜ。お、帰ろうぜ、早く。休んでく。じゃあ、これ5分くらい待てばいいの？開けろと言わんばかりに置いてあるの、これ。スマホに触るな。絶対触るなって言われてるんだ。
絶対は絶対は触るってことだぞ。ちょっとだけならな。見たいよな。見たくない。無理すんなって。やめろ、そのノリ。あ！あ！うわ！てけ。イド。我が名は、無限魔王イド。夢を継ぐ者。今こそ、夢の鏡より解き放たれ。いにしえの眠りから目覚め、礼を言うぞ、愚かな人間よ。むっちゃグロい格好が。あ、それで起きるんだ。そんなお父さんが、お前だよ。あ、お前開けてない。ピエトロ開けてねえか。あ、鍵が。なんじ。夢じゃないんだ。あ、本当に行ってきたんだ。あれじゃ、共犯じゃん。ピエトロさんも共犯ですよ。これ寝たらまた戻れんのこれ。まあ、戻ったところでな。誰か住んでいたんかな。見たばっかだろ。ほんの数分前に。なんだこれ。あ、ハルシア。魔法の井戸に映らなかったから、心配した。なにそんな、あれ、下から風が吹いてんの。教えて。それよりギザ姉さんがすぐ来るようにって。すぐ行くわ。無限魔王の正体分かった。俺も知ってるぜ。え、聞こえないわ。また会って言えばいいじゃん。魔法の力弱くなってきた。急いできて。急いで行くよ。行くよ、ナルシア。じゃ、ここがさ、ムーン、なんだっけ、ムーンなんとかと思えんぐらいやろな。何があったんだろうな、これ。おお！君は、散歩してくれ。あと3個も。どこにあるのどこなのかわかんねえ。27個台見つけたか？ 3 つわかんねえ。金もそこそこつきそうだ。それでもスタンプ台を求めて世界をさまよう俺はなんだ。スタビン帝王、はっ！とんだ笑い草だぜ。今の俺はスタビン亡者だよ。お前さよく頑張れるな。俺ももう少し力があれば。あっ！びっくりした。後ろに倒れてっかと思って。ちょっと待っちゃったよ。うわっ！嘘でしょ。何か装備できんのこれ。あ、正義のバッジ2個持ってる。え、俺何拾ったっけ今。これか。あれ、まさかお土産。お土産かよこれ。なんだこれ、意味わかんねえわ。じゃあ、ナルシアちゃんと行くか。で、これでもう、この失った街には来なくていいわけ。鍛冶屋やれよってだから。なんだこいつ。使うか。じゃあ、あれのとこ行きます。姉さん、待ってたよ。お入り。何かあったね。今のギルダ姉さん見てびっくりだよ、俺は。どうしてそんな太ったんだ。教えてくれ、メンス。何もありません。井戸の話を聞かせてください。そうかい。それじゃあ黙ってお聞き。ブヨーンって。何のボヨーンだよ。無限魔王イドは最初人々が眠りの中で見る夢に救うちっぽけな悪魔だった。あ、ナイトメアじゃん。それが憎悪、恐怖、欲望、怠惰なんかの悪夢をどんどん吸収して
ダセーって思ってたな。いつしかそいつは夢を無限世界という空間にする魔力を持つようになったらしい。それがこの世界さ。井戸はその無限世界で自らを魔王と呼ぶようになった。そして井戸は大昔に無限世界から現実世界に攻めてきた。人々の夢を奪うためにね。だが、そこに大魔法使いバスカルが現れて、井戸を夢の鏡の中に封印したのさ。その封印してあった場所がなんと王家の洞窟。へえ、なんか聞いてないんかい。そんなん勉強するものでもなくね。そうかい、そうかい、そうかい。復活しまっちまっている。そして奴はこの無限世界にあたしらを引きずり込んだ。自分が封印されていた動物ごと。はは、確かに。倒せばいいんですね。あんた、井戸がどこにいるって知ってるんかい？わかりません。それは確かに奴を倒すことが奴を手囲まれた人たちを救う確実な方法だが、居場所もわからないね。どうやって倒すんだい？まだまだ子供だね。一言お祝い！ん？手を貸してくれ、姉さん。井戸を封印していた夢の鏡かその破片でもあればわかるかもしれない。それがある場所知っている。ははは、嘘つけない子だよ。確かにな。知っとるんかい。え、もう終盤なの。そうか、もう最後か。最後じゃねえか、最後にかかってきたか。じゃあ次回奥義の洞窟に行って鏡の破片を取りに行きたいと思います。